ロマンビルはフランス、イルド・フランス地域圏、セーヌ・サンド2県のコミューン。ロマンビルはパリの東約3キロメートルに位置し、ベルビルの丘の東端にあたる。コミューンには A3 のインターチェンジがある。20世紀初頭のロマンビルにはかつてトラムのターミナルがあったが、現在は鉄道駅も地下鉄駅もない。1845年、 森部の石切り場から新石器時代の人間の頭蓋骨が発見された。7世紀、エルマントルードの所有する城が現在のロマンビルにあったことで、その存在が確認された。ロマンビルとは、ラテン語のローマンビラから派生している。8世紀の盲主教ロマヌスがこの地に所領を持っていたことに由来する。1351年、ロマンビルには、 ハンセン病患者のコロニーがあった。1630年、領主ニコラド・ケランが城を建てた。その後、セギュール家が所領を継承した。1814年3月、パリを包囲したロシア軍が本営を置いた。ティエ a ルの命令により、ロマンビルとのワジーイコールルイコールセックに、砦が築かれた。1867年、砦を含むロマンビルの一部がれ、 リラの名でコミューンとして分離した。20世紀初頭に工業化が進み、医薬品分野が成長した。ありがとうございます。